ません。はい、ダメ。ちょっと入りからでグズグズです。いやー、今日はいいじゃないですか。いや、めでたいですよ。めでてーなー。まあね、岐阜戦は残念ながらね、0対1の敗戦ということでゴールがなかったわけなんですけれども、いやー、見せてくれました。ホーム第4節、相模原戦。素晴らしい2ゴール。すごい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 。ゴラッソ。ガヤがすごい。もうガヤ芸人がね、あそこで見てくれてますけど。いやー、ということで、もう待ってくださったので呼び込みましょうか。相模原戦2ゴール決めてくれました。ゴリオジェク選手です。すごかったね。盛り上がり。ゴール決まった時ね。あ、ね、あのゴール決めた瞬間の盛り上がり。得意じゃない。歌いますよ、いきますよ、いきますよ。せーの、ゴリオジェク。見せつけろゴラッソ。ゴリオジェク。見せつけろゴラッソ。これです。違う。いや、ちょっと変だ。ちょっとね、じゃあ行きます。せーの、せーの、せーの、ゴーリョー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 、純喜、ゴーリョー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 、純喜、はい。じゃあ本物ちょっと見せてもらって、あの決まった瞬間、ドン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 、ゴーリョー、純喜、見せつけろゴラッソ、ゴーリョー。ジュンキー、見せつけろゴラッソ。はい、はい、ありがとうございます。いや、でもこれがまた一体感で、皆さん見ました、ツイッターの方。あ、ね、見た。バンビーノの本物がついに、ゴリオさん、いつでも準備できる、できてますね。ツイッターで反応してくれて、これはもうね、ホームゲームに呼ぶしかないですね。さあ、ということで、はい、最近ハマってることなんですか。今、今ちょっと聞きたくなったんです。ハマってること、うん、ラジオ聞くことですかね。ラジオ、あら、そう、なんで。通勤ちょっと長いんで。ああ、通勤の、ね、練習に来ること通勤って言って通勤、うん、楽しいっすよ。じゃあ、あれは今ハマってる遊び。遊び、うん、遊び遊び遊び、遊び、子供と遊んでるんで。まあまあ、そうだよね。そうそうそう、子供いるとね、どうしても子供と遊ぼう。でも童心に帰って、ちょっとアスレチックでこう遊んだりとかも、うん、めっちゃおもろいっすね。桜島フェリーも乗ってうどんも食べてました、ね、昨日ね、それ昨日俺がストーリーにあげてたからね。しっかりチェックしてますから。そうそうそう、てかそんなことよりっすよ、はい、これどうしたんですか、これこれこれ、ちょっと朝カミソリ変えて、あの切れなくなってきたんで、はい、朝張り切って、今日ゴリオさんだ、ゴリオさんとこのダーツの撮影あるだーいだー、うわーってなって、結構反り残ってません、でも。はい、ということで、じゃあサッカーの方に行きましょうか、はいはい、相模原戦第4節、はい、もうあの試合は五稜純喜のために準備された試合じゃないかと思うぐらいの盛り上がりでしたけど、はい、お祭り男、はい、2点取ってくれましたね。なかなかないですからね。なかなかないけど、鹿児島来てから多分初ですよね、はい、いや、で、そのゴールちょっと振り返ってもらおうと思うんですけど、はい、1点目、あれ、まあまあ相手キーパーのミスもあったかもしれないですけど、でも思いが乗ってたからこそ入ったゴールだったと思うんですけど、どうでしたの。正直俺打った瞬間、うん、あ、止められたと思って、ちょっともうあの切り替えようと思ったら、パッて見たら、あ、入ってるってなって、あ、もう切り替えて戻ろうと思って、そう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 、で、パッて見たら入ってたから、うん、なんかちょっとこう、嬉しさがこう、なんかで、しかも周りの空気感もなんかワンテンポ遅れた感じ、はい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 、はい、なんか、入っちゃいけなかったのかなっていう空気感の入っちゃいけなかったないけど、はい、でもあれはさ、すごいいい雰囲気で入りから良かったよね。まあ、だから前半のうちに取りたい展開ではあったんで、まあ、ああいう形でしたけど、山本俊輔が起点となってくれて、うんうん、で、達川君がオーバーラップしてっていう形だったけど、ああいうのは練習でもやってるんですか。まあ、やってますよ、ああいう形もそうですけど。でもまあ、俺があの逆サイドまで行くことってあんまり、そうだよね、なかなかない形だったんですけど、うんうん、まあ、なんか展開的に、あ、これいけるかもと思って行ったんですけど。だって五稜さんもあの自分は右サイドなのに左に行ってシュート打ったでしょ。そうで、星選手も右サイドバックなのに左サイドでプレーしてたりとか、だから本当にこう去年より流動的に自由にやらせてもらったね、はい、そんな中さらに盛り上がりを見せたのが2点目ですよ、はい、あの2点目はすごかった。あのボディフェイントというか、相手もね、こう騙されてフェイントに引っかかったところを左で持ち運んでのカットインシュート、五稜純喜の代名詞ですよ、カットインシュート、ね、優しくああいうのがなかったね、カットインシュート、はい、俺が今喋ってたからね、五稜純喜の代名詞ですけど、うん、
服部修司、はい、俺喋っていいですか。あ、ごめんなさい、はい、どうぞどうぞ。久しくああいうゴールはなかったんで。なかったね。あの、J2 の琉球戦も出しました。あ、はい、懐かしいですね。懐かしいの、懐かしいの。相手の動きを見ながらああいう形になっただけで、はいはい、最初からああしようっていう考えではなかったですし、だからたまたまあの後映像で見たら3人の股抜いたんですけど、まあ、正直1人目しか見えてなかったし、一応1人目の股は狙っておったのは見えてました、ね、けどその後の2人はもう全然たまたまですけど、いやでも鈴木選手がよく触んなかったなと思って。そう、あの鈴木選手ストライカーだから、あそこでちょんってコース変える感じで触るかと思ったら、ちゃんとスルーしてスクリーンになってくれて、相手が見えないようにしてくれましたからね。ずっと決めた後近寄ってきて翔太が俺のおかげ俺のおかげって言って、ああれは俺のスクリーン俺のスクリーンって、あ、それを言ってたんだ。じゃあもう鈴木選手のゴールでいいですね。いいです。いや、良くないですよくない、良くない。え、去年何点取りました。3点。3点で今2点でしょ。うん、あと1点で去年には追いつく。おー、じゃあ、え、過去最高は J リーグ通算で4点と。あ、4点なんだ。最多4点。よく生き残ってますよね、俺。すごいっすね。いやいやいや、でもそれ以上の活躍とか、やっぱ雰囲気を作れる男ってなかなかいないんで。引き継いでおります。ね。2代目引き継いでる。いや、だからもう途中から出てください、今度から。いやだ、いやだ。はい、いやだ。いや、最初から出してだよね、やっぱ、はい、いいと思います。はい、ということで。はい、じゃあ早速投げますね。やっちゃいます。あの、初めて見ましたよね、今日。今日初めて見た。新しくなったボード、はい、でこっち側に、はいはい、に当たるじゃないですか、はい、ボールはどこに。もう一回投げてもらう。ああ、そういうことね。それはそうです。去年から何回やってるんですか。じゃあもうワンゴール夢をお届けプロジェクトとは、リーグ戦でゴールが決まるとワンゴールにつき5球のサッカーボールをダーツが当たった鹿児島県内の小学校または施設に寄贈させていただくという夢プロジェクトです。スペシャル行こうよ。で、今年すごいね、もうなんか本当に出たくてしょうがないっていう人。スペシャル行こうよ。いや、俺もね、うん、来てほしい。なんならだよね、ちょっと寂しいもんね。今季は毎回来てほしい。そうだよね。いや、俺今その権利ないんだよその権利ないんだよって、もうネット挟んでゾンビみたいな話まだノーボール。もう一人は落ち着いてるけど、一回出演してるから落ち着いてる。確かに、ちょっと落ち着きがある方と、ちょっとね、もう増えてる増えてる方とこうやってでも選手が寄ってくるっていうのもなんか鹿児島らしいというか。そうそうそう、ね、確かに。しかもさ、選手なのにネット越しで見てるっていうのね、ファンみたいな感じ。鹿児島生活長いから、ね、確かに長い、まあ、1年ちょっとですけど、長い長い、はい、もう馴染んでるから。もう先進みましょう。ですです。じゃあ早速行き先を決めていこうと思うんですが、霧島市、去年当たってないところが、ね、はい、真ん中にあるんで、霧島市がシルエスペシャル狙ったらね、行く可能性あります。そうですね。はい、それではダーツやっていきまーす。しょーダーツちゃんと持ってきました。前回ちょっと千枚同士、たこ焼きひっくり返せる。おお、全然刺さんなかったんですよ。千枚同士を投げてもらったっていう。全然刺さんのよ。だから今日は僕じゃなくて、ちょっとスタッフの方にしっかりした本物を用意していただいて、ちゃんとした形で投げれるんで、当たらないは言い訳できませんので。了解です。さあ、で、2点入りましたんで、今年から点数分投げてもらう形になったんで、なので2回投げてもらいます。前回はですね、樽水と、薩摩町と和泊に当たりましたね。すごい、もう解説してくれる方がいらっしゃいますかね。はい、ということで、じゃあ投げていただきましょう。さあ、それでは、ダートで投げて、ダートで投げるって何。ゴリョウ選手、1投目お願いします。いきます。ゴリョウジャンキー。すいません、そう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 、せ線出ないで。ああ、すいません、はい、すいません。ダンソンで投げてって言われてたし、はい、ああ、ごめんなさい。それではゴリョウ選手、スペシャルお願いします。ゴリョウジャンキー。ちょっと、もういい、ちょっと出ないでもらっていいですか。いいってだから、いいって、いいの。何回もやんなくて、あ、何回もやんなくていい。スペシャルやりたいんだから。さあ、ゴリョウ選手、お願いします。ほっ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 。惜しい。くしきのじゃないでも、一気くしきのし、素晴らしい。あ、僕、あ、そうか、あなたは神村学園の卒業の。いやー、素晴らしい。これであと地元の霧島当てたらヒーローですね。うう、 いやー、かっこいい。それではお願いします。どうぞ。ゴーリョージューン。あ、もういい、もういい、恥ずかしくなった。すいません、俺も恥ずかしくなった。お願いします。ゴーリョージューンキー、見せつけろコラッソ。投げていい、投げていい、投げて、早く早くって言う、早くって言う。欲しいですか。いきます。ほっほっ。うわー、すごい。
すごいスーパーうわー無料選手、自分の母校である神村学園なんでゆかりのあるところに2つ一木口木の師匠地元、はい、うわー来た樹君宣言通りだから特別に取り差し上げますやった取り差し上げました、はい、持ってきますよしよし次回のワンゴールの撮影の時に、はい、よっとゴール決めてたら取り差し持ってきますやった、はい、すごいわ結構嬉しい持ってる素晴らしいですね。霧島で、はい、結局自分の母校は聞いたらスペシャルですよ。いや、ですですよ。そうですです。ここでね、あるし、言いたいだけですです。ね、もう鹿児島の人ですね、本当にもうですです。だから、すごいよ、ネットがもう。ネットがね、もうなんか壊れそうな感じで、そろそろ広報のこぼさに怒られますからね。だからよ。ネット破けますよって、ほら。だからよ。小生までほら、伝染してる。だからよ、言い出してますから。さあということで抽選やっていきましょうはいやりましょう、はい、それでは抽選やっていきまーすしょー、はいこれからくじの方を引いていきたいと思います、はい、なんか聞くところによると、はい、今日撮影スタッフの中に上村学園卒の人がいるっていう、はい、ね女性スタッフました、はい、この方なんですけれどもそれはもう僕のファンですよ ね上村卒でサツカー選手のファンですえ聞いてないやばいやばいちょっとおかしくないそれはいじゃあ引いていきましょうさあこれねかなりの数があるんです国分は霧島はこの中から国分南省でしたよねそう国分南省聞くことができるか厚紙なのでマジで多いわ薄めしても見れませんよ薄めしないでくださいいや薄めしてないわあそうもともと細いあごめんなさい行きましょう行きましょういやでもさあどこ小学校になるかいやでも多分行きやすいとこではあると思うどこでしょうかはい霧島小学校です霧島小学校ですおめでとうございますすごいね霧島社出て霧島小学校ザ霧島ちょっとなんか残念そうな感じですねでそれは一応国民南署狙ってましたからね確かにね、まあ、でも良、ね、かったですまた点取ってまた霧島当てて母校ぜひ当ててください、はい、はい、ということで、霧島市はひとまず、はい、霧島小学校となりましたおめでとうございま す、さあ続きまして、はい串木の一木串木の市から聞いていきましょうこれね2,4,6,8,9校9校はい9校の中から1校聞いていただきましょう、はい、おっ、はい、串木の小学校おめでとうございます霧島市では霧島小学校で、おお、串木串木の市では串木の小学校で。さすがですね。さすがなんですかねこれ。シティボーイね。シティボーイじゃないですよ。あ、じゃない。絶対違う。串木の小学校一つの女の子がサポーターとして、はい今応援に来てくれてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、僕がちっちゃな時にスクールで教えた子が、サポーターとなって、串木の当ててくださいって去年から言ってたんですよ。その子なるほど。当てました。ね、当ててくれたから喜んでると思います。はい。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ということでじゃあ、霧島小学校串木の小学校の皆さんにメッセージをお願いします霧島小学校串木の小学校の皆さん、僕のゴールで5球ずつボールが届くと思うので、外でみんなでいっぱい遊んでくださいはい、ありがとうございますねもうありきたりなコメントで、はい、ありがとうございましたないもんだっていやプレーズベストね。ねマジで入ってくる ね、 そうすごいねだってもうあそこ用のカメラが1個セットしてあるからねはい、しかもみんな帰っちゃったいや本当にみんな帰っちゃって1人いますから後期だけはいてくれるよはい、ということで、はい、ワンゴール夢お届けプロジェクト第2弾、今回は3節4節の分を、はいゴール選手に投げていただきましたけれども、はい、どうでした久々のワンゴール撮影は一人はやっぱちょっと寂しいっすね、 そうですね、まあ、でもほぼ一人じゃなかったけど確かにほぼ一人じゃなかったけどいるよいるよ寂しいですね。だからまあみんなでね点取ってみんなで出演してっていうのを、ね、次は、はい、ワイワイね。はい、ワイワイしてる。はい。タロさんをいじりたいんですよ。確かに。一人じゃいじれないからね。やっぱねちょっと。はい。先輩後輩の大学のね。はい。はい、皆さん。ということ先輩と思ってないとか言うのはもう締めようとしてるところで。はい。行きましょう。いやーということで、ワンゴール夢お届けプロジェクト第2弾もね当たり前じゃないですかね得点が入るって。だからこうゴリオ選手のゴールで第2弾も無事終えられたところで。はいひとまずありがとうございました。はい。ちょっと目開けてもらっていいですか。だから開いてんのよ。ずっとあ、そうなんです。これが正常。正常。これが正常。はい。はい、ということで、今日はここまでということで終わりたいと思います。はい。それでは皆さんまた次回会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
感謝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 。ああ、良かったです。ありがとうございます。一人ね、むずいわ。一人むずい。確かに一人だからあれか。マジでむずい一人。なんかこう、ふざけるのもなんか、ふざけるタイプが来てくんないと。確かに。突っ込んで生きる。そう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 。乗ってボケるみたいな感じもね。そうなの。ゾンビが早く、この金網をね、こう、打ち破ってこう出てきてくんないと。確かに。本当に出てください。